はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。寒いですね。今日もね、12時15分ですけども、千代田区9度ですって。なんか外は雨降ってる感じがしますね。ポタポタと、多分ね、この部屋の中も12、3度ですね。手がかじかりますからね。さて、ヤフーニュースに産経新聞からの困難が出ておりまして、欧州諸国ロサンガス確保困難に早期警戒宣言って、これ今朝のね、紙の産経新聞で読みました。ちょっとこのネット上をこれでね、一応貼ってみますね。取るかも分かりませんけども、はい。ロンドン、坂東和正ですね。ロシアが天然ガスの輸出先に取引代金を自国通貨ルーブルで払うように迫っている問題で、欧州はガスの安全確保が困難になる事態に直面していると。まあ、むちゃくちゃですよね、ロシアの言うてる。ルーブルで払えとか言って。欧州側がルーブルでの支払いを拒否しているためで、ロサン天然ガスの供給が途絶えるシナリオも現実味を帯びてきた。ロシアを天然ガスの主要輸入先とするドイツでは、緊急事態体制を敷いて国民に省エネを呼びかけている。プーチン老大統領が3月31日、日米欧など非友好国に指定した国や地域に対し、天然ガスの取引代金をルーブルで支払うよう命じる大統領令に署名。プーチン氏は支払いがなければ買い手の不履行とみなし、あらゆる結果が起きると述べ、輸出停止の可能性を示唆した。要は止めるでということですね。いや、まあ、そんなことが僕はできるとは思わないですけどね。もうちょっと行きましょうか。米メディアによると、輸入国側はローガス大手、ガスプロム傘下の銀行口座で外貨を交換しルーブルで支払うことが求められる。同行は欧州の対ロ制裁で国際決済ネットワーク、国際銀行間通信協会スイフトから排除対象になっていない。そうなんですよ。ここだけはね、残してあるんですよ。ずるいでしょ。だから毎日毎日どんどんですね、ガスが送られてきて、そのお金をちゃんとドイツは払ってるんですよ。他の国もね、多分ユーロで払ってるんです。ロ側はルーブル相場の下落を防ぎ、制裁で制限されている外貨獲得の狙いもあると見られる。いや、外貨獲得できてるやん。毎日1000億らしいですからね、日本円で。ルーブル支払いとなるのは気体の天然ガス。パイプラインで同ガスを輸入する欧州側は既存の契約に違反するとして反発を強めている。ドイツのハーベック経済相は31日、ロ大統領令はロシアによる恐喝と非難し、一方的な支払い方法の変更は容認できないと強調した。欧州連合 EU もロシアの要求に応じない方針だと。もうちょっといきましょうか。もうちょっと終わりですからね。ただ EU は天然ガスの3割超をロシアに頼り、ドイツの依存度は5割を上回る。発電などに使うロ産天然ガスの供給が途絶えた場合、ドイツ産業に災害をもたらす。ドイツ化学工業会、クルマン会長と懸念されている。ドイツ政府は民間のガス供給状況を監視する緊急ガス計画を発動し、早期警戒を宣言。ハーベック氏はわずかな節電でも重要だと国民に省エネを促している。早期警戒は緊急ガス計画の中で最も軽い段階だが、同政府は状況次第でレベルを引き上げる方針だ。他の欧州諸国も対応を急いでおり、ロイター通信によると、フランスのルメール経済財務省は供給停止に備えていると表明。物規制当局が市民に節電などに協力を呼びかけた。オランダ政府では市民とともに企業に対してエネルギー消費の削減を促す方針だということで終わってますね。まあ、一応ヤフーのサイト貼ってみますね。はい。まあまあ大丈夫でしょう。これね、いろんな意味があると思うんですけど、ロシアはね、これ切り札なんですよ。まあ、切り札の一つです。ほら、これ、ガス送ったらへんで、と言って。で、まあ、これは前々から分かっていたことなんで、各国ともに早急にですね、ロシア依存を減らすために、いろいろやってるんですけども、まあ、そんな急に言われたもんね。特にドイツ、50% を依存してると。
で、なぜドイツがこんなにね、依存してるかというとですね、まあ、近いというのもありますよ。近いというのもあるんですけど、ドイツ自体がですね、その、書いてあるんですけど、フランスがね、12.1 だったら、ドイツ 38.1 なんですよ。なぜそうかと言いますと、ドイツは原発をほぼ止めたんですよ。あと3機だけ動いてるらしいんですよね。それで、止めて、もう原発なしにしようと。残り3機も止めようというふうにですね、そういう方針であったんですよ、このウクライナの前は。で、日本から見てると、ちょっとドイツの政治事情って分かりにくいんですけども、緑の党とか時々、新聞に出ますね。あれは言うてみりゃ、ものすごく左翼なんですね。で、その他にも、中道左派みたいなところがあってですね、日本みたいに自民党が一党で過半数をほぼほぼ掌握できてるというような党はないんですね。いつもいつもこう連合を組むわけですけども、まあ中道か左派はどっちかなんですよね。保守ってあんまり強くないわけです。で、左派っていうのはどこの国でもそうですけど、綺麗事ばっかり言うわけですよ。ええ格好してばっかりする、ええ格好ばっかりするわけですね。だからドイツもどうでしょうね、ここ10年ぐらい、そういう左派連合みたいな、どうもですね、こう、弱い連合で、メルケルさんがそれを統合してたんですけども、左派が強かったわけでして、もう原発なんかやめようぜって言って、そっちの方へどんどん舵を切っていったわけですよ。で、再生可能とか言って、水車ちゃうわ、風車立ててみたり、太陽光やってみたりしたんですけど、やっぱり足りないわけですね。ああいうのって弱いですから。で、どうしてるかっていうと、フランスから原発の電気凍ってるんですよ。で、その他、この LNG でですね、そのガスを燃やしてですね、発電してるということで、このドイツの苦境っていうのはある意味ですね、まあ、ドイツの長年のですね、綺麗事エネルギー政策の裏返しなんですね。まあ、ざまあといえばざまあなんですけど、ほんまにもう、綺麗事言ってんのちゃうわ、みたいな感じですけどね。で、フランスは原発が、稼働している原発大国ですから、売るほど電気はあるわけですね。だからそんなに困らない。どっちかというとフランスは暖房用ですけど、ドイツよりフランスの方が暖かいですからね。これから春ですから暖房需要がそんなに多くないから、で困らないわけですね。だから一番困るのはドイツで、主にドイツの問題なんです、これは。で、ロシアもこの切り札、ガス売ったら変でという切り札をですね、こう、チラチラさせてるわけ、チラチラでももう出したわけですけどね、ルーブルで払えって。ルーブルで払えなかった場合は、あれ、契約不履行と見ますって言ってるわけだって。こんな、多分どっちが契約不履行やねんって世界ですけど。まあ、それで仮にですね、ルーブルなんかで払わへんって、こう、欧州側が言った場合ですね、が止めることも可能なんでしょうね、きっと。ガスパイプライン。だから止まることも可能なんですけども。で、そうなりますってと、今度はですね、今までユーロで払ってもらっていたですね、エネルギー代金がね、入金されなくなるわけですね。で、ユーロってのはまあ、イコールドルと一緒ですから、あれですね、4日、明日に予定されているドル建て国債があるので、ドイツが発行する。まあ、大したこと額ではない。千何百億とかなんかそんなんだったと思うんです、日本円でね。まあ、そんな今のロシア持ってると思うんで、多分払うとは思うんですけども、その国債の償還や利払いが順次やってくるわけです。それに対してですね、払う外貨がなくなるということになりますね。実際多分困るのはですね、ロシアの側ではないかなと。ガスの供給を止めて。で、一旦これ止めてしまってね、ドイツがロシアのガスなしでもやっていける体制を作ったら、これ、ウクライナが終わっても元に戻そうとはしませんからね、ドイツはきっと。だって今、痛い目に遭いかけてるわけでしょ。女ロシアに頼ってたらいつどうなるかわからんやん、みたいな。そういうふうになるわけですよ。で、仮にプーチンがプチンとされてですね、いなくなってもですね、その次の政権がどんだけ安定するかもわかりませんし、またいつプーチンみたいなやつが出てきてですね、アホなことするかもわからんわけでしょ。そしたらロシアにこう依存するのはよろしくないというふうにドイツは思うわけであって、そうなるとですね、もうロシアに依存する体制は、やめようと。だからもちろんパイプラインは壊すっていうことはないでしょうけども、その、輸入量を減らす、輸入割合を減らす、あるいはいつ切られてもええように供給先をなんかいろいろ方法を考えておくと。
うん、ロシアから来なくなっても困らへんねんみたいな体制を取っておくということになります。で結局長い目で見れば困るのはですね、割を食うのはロシアということになります。だからほんまにやるんかなという感じですね。一応このヤフーのサイトを貼っておきますんで、まあ、今一応全部読みましたけど、はい、皆さんどうもありがとうございます。